マーサ21プレゼンツ心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。テーマはマーサ21で夢を語ろうです。新藤和樹です。新藤さくらです。この子は新藤風花です。私は新藤彩香です。どんな願いでも叶うなら何がいいですか？はい、みんなで、楽しくお出かけがしたいです。プリキュアのみんなに会いたいです。とか言える？トリッピーに会いたい。トリッピーに会いたいです。私は、コロナが落ち着いたらみんなでディズニーランドに行きたいです。何に挑戦してますか？体操、ひらがな。飛び箱何段飛びたいですか？7段。ひらがな難しいって思ってるのはどんなことですか？難しい。じゃあ綺麗に書けるように頑張ってください。はい、はい。酒井由紀です。酒井隆です。将来の夢は何ですか？将来、宝石がついたプリンセスになりたいです。プリンセスになると王子が守ってくれるからです。大きなお家でこの子と幸せに暮らしたいです。河野ゆうまです。河野めいです。将来の夢は何ですか？お医者さんです。カラスです。どうしてなりたいですか？飛べるからおじいちゃんがお医者さんだから命を助けたいと思ったからです。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週の一押し、今回はマーサ21南館2階のモナモナです。一押しは七分袖ブラウス。七分袖のストライプシャツはこの時期から夏まで着ていただける商品です。前を閉じて着てもよく、夏場は冷房対策に使っても良いので、これからの必須アイテムとなります。次回の収録は4月23日土曜日です。皆さんの熱い思いお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。